メルセデスのルドルフ・カラツヨーラが1935年フランスグランプリを制した。1935年のグランプリシーズンはエッグはヨーロッパドライバーズ選手権の第3回大会が開催されたグランプリシーズンである。メルセデスのルドルフ・カラツヨーラがヨーロッパ選手権を制した。1935年9月15日にドイツ国旗としてハリ十字旗が採用されたことに留意。 メルセデス W25 はグランエプルーブで7戦中5勝し、シーズンを席巻した。うち4勝を挙げたアルドルフ・カラツヨラが、自身初のヨーロッパ選手権チャンピオンに輝いた。カラツヨラのタイトル獲得は、1933年、モナコでの負傷の影響が残る中で達成されたものだった。アウトウニオンは4.9リットル V16 エンジンを搭載するタイプ B を投入したほか、 前年にグランプリ最多価値を上げたアキーレ・バルチをドライバーラインナップに加えたがメルセデスの後陣を廃止シーズン全体で4勝するに止まったスクーデリア・フェラーリには離脱したバルチに代わって達ヨ・ヌボラーリが加入したドイツ勢のマシンが圧倒的優勢を誇る中ヌボラーリはドイツグランプリで番狂わせを演じ非ドイツ勢にとって戦前では 最後となるグランエプルーブでの勝利を挙げた。一方、大規模なメーカーがベースシーンを席巻する中で、ブガッティア・マセラティはグランプリへの興味を失い、その活動を縮小させた。アウトウニオンの新人ベルント・ローゼマイヤーは、デビューから2戦目のアイフェル・レンネンにて、最終ラップの最終ストレートでカラツヨラに抜かれるまで、首位をキープした末、2位でフィニッシュして強い印象を残した。 ローゼマイヤーは9月下旬のチェコスロバキアグランプリで初優勝を果たしアウトウニオンのエースドライバーとして頭角を表した。黄色の背景はクランエプルーブスクーデリアフェラーリはアルファロメオのワークスチームとしてアルファロメオ P3 で参戦した。ブガッティは旧式となったブガッティタイプ59で参戦した。写真はエンジンカバーが取り外された状態。ダイムラーベンツ AG は メルセデス・ベンツ W25 で参戦した。ワークスチーム・インディペンデント・チーム・エツロト、ハンス、グランプリ・ウィナーズ1 8 9 5 9 4 9パート3。ザ・ゴールデン・エラー・オブ・グランプリ・レーシング。2007年8月6日、時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年8月5日閲覧。レイフス・ネルマンハンス・エツロト、1935。 ザ・ゴールデン・エラ・オブ・グランプリレーシング、2007年7月5日、時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年8月5日閲覧。ガルピン・ダレン、1935グランズ・プリー。ザ・ジェル・モーター・スポーツ・インフォメーションページ、2007年8月5日、閲覧。ありがとうございます。